はい、できたばっかりのアーリーの最上階にやってきました。ここアーリーの42階は一番いいビューのところにアメニティを持ってきてるんですね。ジムやヨガルーム、ミーティングルームや誕生日会とかできるパーティールーム、そしてちょっとした映画や DVD とか見たりするようなメディアルームもあるんですね。その他にもすごいビューがいいところあるんですよ。それでは早速見に行っていきましょう。 Let's go。It's not bad, hey. You like it? Oh, it's not bad at all. Hi there. キッズプール、あとはバーベキューエリアですね、が中心になります。それでは見ていきましょう。8階ですね。まずこれがバーベキューエリア、パーティーコーナー。これでバーベキューだけ焼いて上上がったりとか、あとはこれいいなと思ったんだけど、こういうとこコーナーでちょっと予約して焼きながらここで食べてワイワイガヤガヤやっちゃう。これいいよね。
続いてプール行きましょう。じゃじゃーん、これ超いいな。おそらくこれはジャグジープール。ちょっとしたインフィニティプールですね。このカバナもいいよね、ホテルみたい。ちょうど今ここでコウラ工事してますけどね。コウラ、ワイエア、アナハが見えます。この向こうがアエオ。建物はこんな感じですね。ここいいのはこれ、この模様プール、キリープールここにありますよ。あとプレイグラウンドがこんな感じで、この坂とかゴロゴロゴロとか子供やりたがりそう。いいっすね。ここもちょっとしたパーティーセクションですね。いいなぁ、このビルトインキッチンのグリル。こういうの家に欲しいですね。お、シャワーもある。もうちょっと、今、2時25分ですけど、あと1、2時間したらちょっと日の弱くなって気持ちよくなりそうですね。で、今ちょっとこの辺は入れないですけど、おそらくパーティールームみたいになって中にキッチンがあって、で、この外でも食べれるみたいな。で、このエレベーターのすぐ近くには本当もう焼いて、すぐ上上がって食べれるようなグリルのセクションがあります。ガスで、まだ新品。あとこれいいなと思ったのこれ。電気。夜真っ暗だと、ちょっとこの肉の焼き加減ぐらいとか分かんないじゃないですか。そういうのが気配りされてますね。素晴らしい。アーリーいいですよね。今賃貸とか、マーケットにも、まあ、再販として、出てきてますので、ご興味のある方はコメント欄の、フォームからお問い合わせください。それでは I will see you in my next video. アロハ。